よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや。四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東城会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東城会を任せるのが先決だ。何やと。私は賛成です。峰おのれ。神田の兄貴、ここは桐生四代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やと。頭、俺は六代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大吾さんに戻ってきてもらいたい。ですが近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる大工を立て、大吾さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとんじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしいとんちゃうか。おお、見ね。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前それほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東城会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。あ、今は早急に東城会の足場を固めることが先決です。直系99団体桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生ってなんやねんお前。そんなに桐生に後目渡したいっちゅうやったら、いっそのこと俺が桐生の首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、桐生の下に入んのはお断りや。初代も先代も桐生にやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがじゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが東城会の後目になったる。桐生は東城会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東城会の後目渡すわけにはいかねえってことだねえ。
カジラ。何を言っているんだ。今跡目の話なんかしている場合か。でもカジラは桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座れば、そのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。風間のおっさんの亡霊探すもよし、桐生ちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。ん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらくそれぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は絵の男が犯人だとして、どうやって沖縄と東京の移動を。中原が撃たれたのは昨日の4時過ぎ、大吾が撃たれた時間が6時半ごろ、差し引いて2時間半。沖縄東京間は飛行機でもそれくらい時間がかかる。どうやったって空港から搭乗会に来る時間はないんだが。これは停電か。変だな、カムロ町の明かりはついてるみたいだ。柏木さん、柏木さん。キリュウ、この男、この男とつながってるやつを探し出せ。つながってる。多分そいつは沖縄のリゾート開発の裏で利権を狙ってる。
そいつは東条会に。東条会内部の人間ですか。そいつを探し出せ。いいな。はい。柏木さん、柏木さん、死ぬかと思った。俺のおごりだ。よくわからねえが大変だったな。マスター、俺も昔ある組織の武装ヘリ相手に蜂の巣にされかけて、長い間生死の境をさまよっていたことがあってよ。だが幸運にもこうして生き延びることができた。人間のしぶとさと命の大事さってやつを学んだよ。そのことを忘れねえようにこのバーに名前をつけたんだ。サバイバーってな。だからおめえも強く生きろ。それで何があったんだよ。実は上の部屋でイヤリングが片方だけ出てきて、それで俺が女の敵だなんだと言われてこんなことに。あ？イヤリングってあれか。もしかして何か知ってるんすか。いや、去年の町内会クリスマスパーティーでプレゼント交換会をしたんだが、女物のイヤリングが当たっちまってな。使い道もねえしその辺に放っておいたんだが、そうか、あの部屋にあったのか。あの、それってつまり。すまん、なんか迷惑かけちまったな。そりゃねえぜ、マスター。